アサルトアーマーリミットさん来たー。皆さん、新しいね、リミットレギュレーションが12月の15日から適用されるんですけども、リミットさんにアサルトアーマーが帰ってくることになりまして、これによって何ができるか皆さん分かりますよね。もう俺が言いたいことは分かりますよね。そうなんですよ、なんとね、空手マンがね空手マンが帰ってくるんですよ。これアサルトアーマーってどういう効果を持ってるかっていうと、自分のフィールドのモンスターが戦士族モンスター1体のみの場合に、そのモンスターに装備できますよと。で、装備モンスターの打点が300上がるっていうのはどうでもよくて、でこのも装備されてこのカードを墓地に送ることによって、このターン、装備していたモンスターが一度のバトルフェーズ中に2回攻撃できるようになるよっていう効果を付与するんですよ。まあトライスみたいな感じですね、装備魔法でいうところの、まあ、早草の騎士みたいなことができると。でじゃあ何に装備するか、もう戦士族2回攻撃といったらもう申し子がいるんですよ、空手マンっていうねあで、バカベイル、ベイルっていうモンスターがめっちゃ強くて、新しいバッグで出た、あいつね入れようと思ってたんですよ。これね、こいつ戦士族なんですよね、惜しい。この戦士族じゃなければかなり強かったんだけども、これ戦士族なんで、そのね、アサルトアーマーをなんか装備しづらいっていうのがすげえ問題があって、なんで最初ベイル入れてたんだけど、もうダメだと思って、これアサルトアーマー邪魔になるから、なのでベイルちょっとなしで、今回は、クリボールで頑張ります。でディスティニードローにしてるんですけれども、まあディスティニードローさせてくんないよね今の環境ね、結構厳しい。なんですけれども、コンボパーツ3枚で、カラテマンと、シールとアサルトアーマー、この3枚でワンキルします。太古のデッキこれ今令和ですよね、なんか昭和みたいな動きしますけども、許してください。でギミックは以上かな。バック除去して、これでバック除去して、でコンボパーツ引きながら防御札も引いて、でなんかやり持ちでサーチして、でそれつけてみたいな、そんな感じの、ギミックになっております。早速、ゴミカスワンキル空手マンデッキやっていきましょう。デュエルスタンバイ。さあ令和2年にして空手マンを空手マンしてるやつやばくないですか。もう令和ですからね、これなんかほんと明治時代のデッキって言われてるんですけど、明治時代なんか明治維新が起きた時に国民が使っていたデッキと言われていますよ、この空手マンというデッキは。いやこれはなかなかね、太古のデッキでね、ミスリーいいでしょう。さあドラグリンキーとかもね、あんまり関係ないですね。ちょっと装備魔法が若干その剥がされるかもしれないので、ちょっと挨拶をしてね、コズミックサイクロンは戻していきたいといったところ。さてさてさて、さあしっかりとまず浸透召喚を行い、アスカロンが出てくる。これだから俺はデッキトップでなんか空手マンか、ああいいねいいねいいねいいじゃん。でこれもう無能連続いこうか。これ空手マン引けなかったら終わりだよ。空手マン引けなかったら天才。はい神ゲー、はい空手マン召喚でシールつけて、はいシールつけて、はい、でアスタルトアーマーを装備して、はい、で外して、これで2回攻撃ができるようになった。はい、で2000にしてバトル花鳥風月2連打対戦、ありがとうございました。これが空手マンデッキだ。さあお相手の方、海馬木馬選手をよろしくお願いします。デュエルスタンバイ。さて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 、海馬木馬選手、サンダードラゴンですか、メタファイズですか。あ、サンダードラゴンですね。ハンドはね、くっそほどなんか弱そうに見えて、実はこの空手マン引くとめっちゃ強いっていう話あるんで、リングで空手マン引くゲームという話ですね、これはね。はい、いいでしょう。はい、サンダードラゴンもいいでしょう。さあサンダードラゴンもいいですよ。もうゴリゴリ展開していいですよ。クリボールだけやめてくださいね。クリボールぶん殴られるとちょっとさすがに厳しいので、私遊戯王はドッジボールと言いましたね。ボールをねしっかりと持参してきてる人には、ね、全く勝てないっていうね、このデッキ。空手はなんとね、効果を発動したエンドフェーズで死ぬっていうね、致命的な弱点があります。でしっかりとクリボールケアはしていきたいんだが、ケアしている余裕はない。さあサンダードラゴンの効果で、ああなるほどなるほど、いいでしょう。さあそこまでの展開で許してください。これ何ですかね、映画泥棒来た、映画泥棒来ちゃった。なるほど、いや映画泥棒はでもあんま関係ないな。クリボール来た、なるほど、クリボール来た。
ね、これちょっと危険だね。これさすがにここで物の煉獄やるの危険か。これも使った方がいいか、防げるかな。こうちょっと待って、クリボール1枚で防げるかな。これでちなみにデッキ構築段階で俺天才かと思ってバーニングナックラベイル入れたんですよ。バーニングナックラベイルを入れた結果、なんとね、ベイルは戦士族なんですね、あれ。だからアサルトアーマーっていうのは戦士族モンスターが1体のみの場合に装備できますっていうカードなんで、ベイルがいると空手マン出してもアサルトアーマー装備できん問題が発生するんですよ。耐えるかこれ。だからそれが厳しいね。ちょっとね、若干そこが、クリボール1枚投げる。クリボール投げて、これ殴ってくんないね、さすがに。さすがに、あ、殴ってくれる。殴っていただける。あ、ディスティニードローさせていただける。あれあれ、いいのかな、そんなゲロ甘えたことしてて。私、最強モンスター引いちゃうよ。さあ、課長。ボボ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 召喚。そして、流星の弓シールを装備。そして、さらにアサルトアーマーを装備。アサルトアーマーの効果、装備を外してこのターン2回攻撃できるぜ。そして空手マンの効果発動、バトルボールやめて、よし神ゲー対戦ありがとうございました。さあ、お相手の方、ゾウのうんちくん、よろしくお願いします。デュエル3倍ゾウのうんちくん、これね、もともとね、ちなみにね、デッキ構築ね、根性にして、ベイル入れてたんですよ。めっちゃ強いなと思ったんだけど、はやぶさの騎士、デーモンの斧、やばいやなんだこの、明治 VS 昭和メディアの対決。このゲームやばすぎるだろ、どうなってんだよ。